はい、どうも、カズワンでございます。おはようございます。本当にさっき起きたばっかです。ということで、まあ、今回マイク取らせていただいたのは、まあ、ついにね、登録者が2000人超えましたと。パチパチパチということで。パチパチパチ。また、これ喋るんか。俺、これテイク2なんだよね。さっき11分撮ったんやけど、まあ、録画ミスしてました。なんか、いきなり幸先悪いなと思いながら。まあ、登録者2000人超えたということで、もう本当、心からの感謝の気持ち、ありがとうございます。本当にありがたい。まあ、ありがたいんですが、私自身でちょっと不本意なことがありまして、まあ、最近出してる動画の再生数があんまり伸びなくて、まあ、やっぱりゴッドイターだけなのかなと、私のチャンネルは、そんなもんなのかなと、ちょっと内心凹んでる所存でございます。まあ、そのせいか、ちょっと最近の動画の更新ペースが、どんどん低くなって、まあ、生配信でお茶を濁したりとか、いろいろね、やっちゃったりしてるわけで、まあ、まあ、こうやってね、2000人超えたということで、ここから改めて、カズワン実況部、気持ちを新たに新しいスタート、切っていけたらなと思っております。今はもうやる気で満ち満ち溢れております。まあ、ちょっと動画の内容に対してちょっと方向性を変えちゃおうかなとか思ってまして、今、まあ、ちょっとストーリーを追っかけて実況してるっていう形があると思うんですよ。まあ、ゴッドイーターもそうですし、トーキネもそうですし、ダークソウルもそうですよ。ですが、まあ、例えばやり込みの動画とか、まあ、ネタはあんまりちょっと思いつかないんで、まあまあ、一つの候補としてネタチックな動画とかね。まあ、あとは、まあそんなもんか。言ってもそんなもんか。だからストーリーじゃない、なんか動画の作り方っていうのもありやと思うんですよね。ただそうなってくると、ちょっと自分がね、編集があんまりうまくないんで、まあ喋りの方とかね、まあ企画でまあカバーしていくという形になるので、まあ、面白い動画、もっともっと面白い動画っていうか、今の動画があんまり面白くないんで、まあ、視聴者さんを維持できてないっていうのはあるんですけれども、まあ、これからね、まあ、そういったところで面白いって思ってもらえるような動画作り、まあ、もちろんストーリーを追っかけていく実況っていうのも、もちろん出していく、まあ、1日最低1本を出していくんですけども、まあ、1日2本3本っていうのが常、普通、に出していけるように頑張っていこうかなと思ってます。まあ昔に戻る感じかな。まあ、タイトル何個か並べて、まあ同時に1日1本ずつバーっと出していったり、そういうことをやっていけたらなと思います。プラス、まあ生配信でね、まあちょっと視聴者さんと近い距離でっていう配信も、まあ続けていこうかなと思ってます。はい、思ってます。っていうのがまず1点。2000人になってちょっと変わること一つ目でございます。変わるって言ってもまあ自分のモチベーションの話になってくるんで、まあ、そこはもう自分が頑張るしかないんで、だからそれがね、見ていただけたらもうより一層自分のモチベーションにもつながってくるかなと思うんで、まあよろしくお願いしますということで、でさらにちょっと動画のタイトルかな、ゲームのタイトルについてはダークソウル3がもうすぐ終わるんですよ。多分 2,3 時間ぐらい後撮ったら終わると思うんで、それはまたまた次のやり込みの動画な、だからトロコンの動画を撮っていこうと思ってるんで、まあそれに向けてちょっとオフラインってか動画外録画外でバリッバリ練習して、まあ解説実況という形で撮れるようになればいいかなと思ってます。まあ、その間にダークソウル3のちょっとネタチックのね、なんか思いついたら撮っていこうかなという感じで、やっていけたらなと思います。で、ここでちょっと新しくね、新しいちょっとゲームの実況を始めていこうと思うんですが、最近自分ね、ソードアートオンラインにめちゃくちゃハマってて、小説はちょっと読み返してるところで、アニメあるでしょ？アニメのが、ちょっと動画の配信サイトで、ちょっと無料期間の間で配信されてるところがあって、それを2、3日ぐらい見てたのよ。ずーっと。実況を撮らずに。編集もせずに。結局1期、2期までやってて、
2期ともちょっと2週ぐらい見返しちゃいました。でそういえばなんかゲーム出てるなと思って探してたら、ソードアートオンライン RE ホローフラグメントかな、ホローフラグメントかな、うん、っていうのを見つけて、あれ PS4 でダウンロード専用とかディレクターズエディションかでなんかついてるっていうのがあるんですが、それをちょっと1700円ぐらいだったんですよ、ホローフラグメント単品ならね。あ、これなんかわたちゃんが持ってて、なんか面白そうに結構長いことやってたなと思って、ちょっと調べてみたら、まあいろいろね、あのリア充イベントとか、まあリア充なことがいっぱい起きてると、うん、いうことで、リア充しか言ってねえけど、うん、まあ結構そういうイベントとか、やり込み要素が高いらしくて、まあそれをちょっと、まあ一からやっていく形になるんですけど、まあちょっと映すところを厳選してね、うん、まあ誰々のイベントをやりますみたいな。まあちょっとふわっとしますけどね、うん、まあそんな感じでソードアートオンラインのホローフラグメントかな、うん、撮っていこうと思ってこの後やります。もうダウンロード済ましてあるんで、この後やっていきます。6月17日ね、うん、あ、そう、言い忘れてた、2000人登録されたんですけれども、再生回数の方もね、110万かな、うん、今確認してる中で110万再生も突破しました。まあまあその辺はちょっと編集とかテキストで、うん、後で編集してどうにかするんですけれども、うん、まあまあそんな感じでソードアートオンラインのホローフラグメントをやっていこうと思ってます。他にはちょっとね、自分も一個ソニック、うん、アドベンチャー2か、ソニックアドベンチャー2をやった名残で、ソニックジェネレーション白の奇跡やったな、白の、ちょっと待って、今後ろにケースがあるから確認する、白の時空っていうのを買ってちょっと一回やってみたんよ、実況できるかなと思って。ただね、これちょっと無理だね。スピード感速すぎてみんな何が起こってるか絶対わかんないから、じゃあ俺やってる本人も何が起こってるかわからんかったから、うん、ちょっとこれは実況なしかなと思う。ソニックはアドベンチャー2ぐらいがちょうど良かったなっていう。まあもしやってほしいっていう声があれば、まあ、1パート2パートぐらい、まあ、やりなかったステージぐらいを、まあこんな感じですっていう感じで映してもいいかなと思ってます。まあその辺はコメントでいただければと思ってます。まあまあこれから先ね、いろいろ、さっきのソードアートオンラインもホローリザーリザーレクションじゃなくて、リザーリ、俺さっきまで覚えとったんやけどな。リザリゼーションやったかな。なんかそんな感じの、うん、やつも新しいのが10月に出るし、陶器伝もね、うん、2が7月やったかな。ちょうど1ヶ月後ぐらいやと思うんやけども、出るし、もうどんどんね、動画化して、皆さんにお届けできたらなと思ってるわけでございます。これ2つ目。動画の本数を増やすよと、内容もちょっと変わりますよという感じです。で3つ目、ちょっと私からのお願いなんですけれども、ちょっと2000人を機にね、アイコンとか、あの動画のアイコンとかね、いろいろちょっと変更したいなと思ってるんですが、私ちょっと美的センスが皆無でございまして、あのほら、あのテレビ番組であるじゃないですか、絵下手芸人とか、ちょっとそんな名前かどうかですね、それぐらい俺絵下手なんで、ちょっとそれをさすがにサムネとか、うん、アイコンとかにするのは無理かなっていうのがあって、で、ここで私からのお願いでございますね。もしそのアイコンとかをね、書いていただける人がいれば、お願いしたいと。うん、1枚でもいいので、お願いしたいという所存でございます、うん。自分から直接ね、この人にお願いしますっていう人望もないんで、人望もないし、飲みの心臓なんで、まあ、ちょっとこうやって動画の一番最後の方にね、付け加えることしかできないんですけれども、まあ、ちょっと書いていただけたらなと。例えば、自分のチャンネルといえばゴッドイーター。なんか自分がなんか人気を担いでるとか、まあ、そういう感じの絵とかね。あと、わたちゃん。私の呼ぶことわたちゃんなんですけれども、
と自分の描かれた絵とかが全然ないんで、もしその辺を描いていただけたらなと、お願いします。本当に私本当人望ないんで。でわたちゃんの特徴を言っとくと、黒髪じゃないの、地毛がちょっと濃いブラウンみたいな感じで、髪がねめちゃくちゃ長くて腰のちょっと上ぐらいかなまで伸びてて、なんか目がはっきりしてる感じかな、目がはっきりしてる目がはっきりしてるってないの、ね、まあ一応そんな感じの雰囲気でございます。で私はあの今私のアイコンなんかそんな感じです。あれめちゃくちゃ似てるんで、でちなみにメガネかけてるんで自分は、はい、そういうわけでございます。でもし書いていただけたらちょっとあれあの、DM じゃねえわ、ツイッターの方に DM かリプを送っていただけたらなと思います。で私のツイッターは、まあ、多分編集で画面に映してると思うのと、あと概要欄の方に、ね、リンク貼っておきますので、もしそちらから飛んで書きましたよって言ってくれたら私泣いて喜びますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いうことです。これはちょっとアイコンに使わせてもらったりとかサムネに使わせてもらったりとかあると思うんで、その辺をご了承いただける方が書いていただけたらなと思います。はい。これが私からの3つ目のお願いでございます。3つ目のお願いじゃねえな。お願いでございます。いや、本当私、ツイッターやってても人が全然いないんで、まあ、更新情報とかね、まあ、常日頃のつぶやきとか、まあ そこそこツイッター使ってるんで、まあ、気軽に絡んでいただけたらなと思います。あんまり絡みすぎると俺めんどくさくなるんで突然返さなくなったりとかあるかもしれませんが、まあ、基本は返すようにはしてますんで、まあ、よろしくお願いしますということで、以上登録者2000人ありがとうございました回です。12分も喋っちゃったな俺、まあ、ちょっと今台本なしで頭に浮かんでることポンポン言ってるだけなんで、ちょっと右往左往してしまった部分は申し訳ないなと思うんですけれども、まあいつもこんな感じなんでこのぐだり感が、まあ、カズワン実況国かなということで、まあ3つかな、動画の内容が変わるのと、まあこれからどんどん動画の本数増やしていきますよっていうのと、アイコン待ってますっていう、この3つかな。まあこれからもね、まあ面白い動画作りっていうのを心がけて、実況していくつもりですので、まあ、今後ともカズワン実況局よろしくお願いしますということで、今回ここまでしたいと思います。これからもよろしくお願いします。お疲れ様でした。